おーし、皆さんこんにちは、ダイドルです。スーパープリンセスピーチー第2回目やりましょうか。さて、ピーチ姫ね、が主人公となってマリオとルイジ、そしてキノピオを助けに行くっていう、そんなゲームとなります。まだ1面しか攻略してないのでよくわかんないんですけど、なんか喜怒哀楽っていうか、あの喜びとか悲しみとかで怒りとか、なんかそんなやつをね使って先に進んでいくゲームらしいんだけど、よくわかんないや。さて、各ステージに3体ずつキノピオがいるので、それを集めながらね、進めていきたいと思います。それでは、今日は次はね、ここだね。ランタタ平地の 1-2、ね、行ってきまーす。何？とりあえずね、操作はね、ウェーイってやって、デーイってするゲーム？もう、言葉が雑だけど、ウェーイってやって、ズェーイってやるゲーム。ね、なんか上にあるな。なんだっけ、これ。黄色いやつ使うと空飛べるんだっけ、確か。すげーぜ。いつでも空飛べる。最高。人生って最高だけど、ちょっと待って、これ。ちょっとストップ。終わり。人最高の瞬間は終わり。あー、また落ちちゃったんだが。お前ら無限に出てくんな、おめえら。まあいいけどよ。ちょっと待って、もう一回な。楽しい。人生って最高。バラ色ハッピー。って感じでやって、えいってやると。出てきた、ワーン。キノピオ助けたよっていう。なんか今みたいな箱の中にいるらしいんだよね、キノコくん。キノコくんって元気だね。あーっと、終わっちゃった。人生終わっちゃった。俺は悲しいよ。ほら、これ無限にコイン稼げんじゃん。このこれマジック金策システムと名付けよう。マジック金策システム。いやでもめんどくせえわ、いいや。じゃあ先行こうか。なに、マジック金策システムか。ここはせい。なにこれ、敵を持ち上げた状態でしゃがむと、オイラが敵食っちまうかさ。これで喜怒哀楽ゲージが回復するかさ。あ、喜怒哀楽ゲージの回復方法でそうやるんだ。ちょ待って、それちょっと、初耳学ですよ。へい、へい、ちょ、どけ、どうやって持つんだっけ。ちょ、待ちなさい。パク来た。パク来た。うま。飯ってうまい。敵を踏めば、なんか、なんだっけ、こうやって、おしゃがむから、しゃがむっていうか、ね、混乱するというか、いい感じになるから、ちょっと待って、こうやって食べればいいね、こうやって。うまい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 。ひっくり返った敵を、モグリンチョ。はい、モグリンチョ。はい、モグリンチョ。で、空飛ぶ。あーね、ウキウキ楽しい、ピーチ姫。今日のご飯は何かしら。ピーチ姫は、何が好き？桃が好き？安直。名前はなんかを表すの。何を表すかわからないわ。スカートの中見ないで、皆さん。エッチね。えい。じゃあ、これでいいのかしら。わからないわ。ピーチ姫は、今日も乙女。先へ行くの。行きますわ。めちゃくちゃ土管。どう繋がってん、それ。なあ。不思議な土管もあるけれど、ピーチは今日も前へ進む。さあ、ここ泣こう。おぎゃーおぎゃー、それ赤ちゃんの泣き方やで、ピーチ。ねえ、とりあえず飯食っとこうぜ、飯。これあれ、上敵が無限に出てくる土管だな、これ。さては。なあ、ご飯の時間だ、ご飯。あ、もうこれで俺もうこのゲームすべて極めたかもしれない。もう赤ちゃんになればいいんだ、赤ちゃんに。まあ、わかんない、何もわかんねえわ。はい、じゃあ行きます。次のとこ。アクションゲームとしては、でも意外と感動は落ちたんけど、何これ。パズルゲットした、変なの。パズルの A のピース5をゲットした。マップ画面のなんかメニューからなんたらかんたら。なんか知らないアイテムゲットしたんだけど。なんか音楽と、なんか、今の楽譜？とりあえずいろんなものがあるってことは分かった。これ隙間出て落ちんのこれ。ねえ、ちょん。あ、落ちた。なんか出てきた。キノコくーん。キノピオ助けたいよ。めっちゃ簡単やで、このゲーム。まあ、後半になってくるとクソむずくなってくると思うから、ちょ、まあ今は、もう鼻ほじりだから見ててくれ、みんなも。ね。まあ、ここも楽々と攻略していこう。でもピーチ姫さ、この傘どう、なんか手放したのかな、最終的に。そこすげえ気にならない？なんか、この傘があればさ、もう将来困んねえと思うんだけど、ピーチ姫。ねえ。おー、スライディングジャンプキック。これ何ここ？え、いけない。なんか上とかもでも定期的に気にしなきゃいけないのかな。よいしょ。ねえ、別に気にしなくていいのかな。おーおー、パタパタ。ね、出てきたキノコくん。でもね、その瞬出てきた瞬間甲羅にやられて消えない。なぜだね。さあ、もうこれでこのステージのキノコくん3つゲットしたので、もうお別れですね。
今までありがとうございました。ね、また来世でお会いしましょう。さあゴールかな、そろそろ。なんかめっちゃ悲しみの悲しみクリボー悲しみクリボー足速えな。悲しみって足速くなる能力もしてなんかめっちゃウキウキやん。どうした、なんかいいことあったんかな。あなんか楽しそうに見てるやつ見ると叩きたくなるな。なんかすげえ俺陰キャみたいやん。やめてよ、風評被害だわそれ。上行けないのかこれは。へい、じゃあ行こうか先へ。ほいほい、てず飯食おうか。これを飯にしとくか。てず飯うめえな、まあ、とりあえずさどんどん先行こう。あこれは蹴ればいいのかも、このまま。えい、すっげえ一個飛び越えてきたけど、なんかなかったことになってる。どういうこっちゃ。来た、あゴールか。スター、もうこの辺でいいや。違う、いや野菜1枚一番外れ俺前回スター出したからもう調子乗ってたけど全然ダメだったわ俺、すいませんでした。さてこれでコイン貯まったかな。多分俺お店でね買いたかったのよあれ。えい、いらっしゃいませ。ふわふわ買った、これしばらく飛べるようになる能力傘っていう。これ何、これ売って、センキュー、ふわふわ傘ゲットした。どういうこと、効果は。来た、能力ゲット。 A ボタンを失敗なしにするとカッサーがふわふわ装置になって少しの間飛ぶことができるっていう。マジ、スマブラであったで、これスマブラに輸入してきたなこれ。まさか、もうお帰りですか、金ねえんだわ。売ってくれる、70しかねえけど700売ってくれるか。いや怒った、すぐ怒んねんから。キノコくん感謝してくれ、買ったこと。次まで500円でまた来るわ。で、なんか、熟造パズルみたいなゲットしたけど、これ何、見てみるか、パズル。え？ A、ランタッタンタン。まだ全部のピースも集めてないから、ねえ、なんか頑張ってくるかさ、って、わかった。頑張って集めてこいって言われたわ。わかったわ。これなんか、あれ、パズル集めたかどうかってわかんねえな、これ。怪しい。キノコは全部集めたよっていう証はなんか出てるけど。パズルもある、集めたかとかわかんねえからちょっと怖いよね。まあいいや、行こうか。さあ、一郎さんへ。レッツゴー。何ここ、新しいお猿。まあ、なんか、脆そうな吊り橋があるかさ、燃やしちゃいすばいいかさ、どう作っちゃダメかさ、吊り橋の上では怒るの使わないでねって言われた。その、わかったよ。絶対やんないわ、俺。おきゃー、あら、全然ええやん。全然ええやん。パズルのピースゲットしたわ。なあ、俺、その吊り橋の上でさ、やるなよ、絶対やるなよって言われたからさ、やったけどさ、なんかダメージ食らってピーチが燃えてさ、なんか服も焦げ焦げなるのかなとか思ってウキウキドキドキしたけどさ、これふわふわするやつ、みんな。なんもなかったね。ふわふわできて楽しいね。お、パタパタきた、パタ、パタクリボだ、ご飯にしよう。結構意外と残酷じゃね、このゲーム、よく考えたら。ねえ、クリボご飯だもんな、普通に。上から来たけどめっちゃ簡単だったんだこれ。ご飯だ、おいしい。いご飯ばっかやん敵くん。これどうなってんのこれ。いやいけないのか、これ上からじゃないといけないっていうちょっとめんどくせえパターンね、ここ。でも喜怒哀楽と木使えば空飛んでいけるっていうゆとり仕様なんだけどね、ここ。よし、まあ行くか、気にせず。さて、まあ基本的にはこうやって行くか。わー、キノコくんゲット。よし、なんかいちいち BGM 下でリアクションするな、かわいいな。ピーチ姫って可愛いな。おきゃー、よし、ピーチ姫ずっと泣くな、ほんと泣かんといてくれ。その美しい顔がねえ、涙に染まるの見ると寂しくなるわ。ダメージ食らうたびにピーチ姫リアクションするのちょっと笑っちゃうけどね、なんかなあ。はい、でも大丈夫ピーチ姫、こんなに戦えるとこ見せたりさ、耐久力あるとこ見せたらマリオ助けに来ないよもう。ねえ、なんかもう、で、明らかに、だって強いよ、ピーチ姫。俺、マリオ USA っていうゲームあった時から、俺、ピーチ姫のポテンシャル、ただもんじゃねえと思ってたけどさ、実際このゲームやってみて、さらに俺思ったよ、今。ピーチ姫ただもんじゃないなって。大体の人が思ってると思うけどね、もう。ねえ、ちょ、どう。痛いわ。これは、上かしら。上があれどうすんだろう、これ何？ちょっと、なんかカッサー能力使うのかな？ちょっと待ってね、これ。よいしょ。えい！え、普通に渡ったら落ちちゃう？そういう時は早くダッシュできる方法を考えてみるかさ。喜怒哀楽試してみるかさ。
じゃあ前回なんかさ、泣いてるやつがさ、足早かったからやってみるか、一回泣く。足早いは泣くの。おお、早い。泣くと足早くなる。これ使えるテクニック来たな。え、入れた。さて、何ここ暗黒世界来たで。なんか特色ちょっといろいろ覚えてかないとな。これ飛ぶのかな、上に。楽しい人生って最高かしら。あのスピンで乗るかんだね、一応。よし、ヒロピを助けたよーっていう。これで滑れない。あ、滑れる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 、すげえ滑れる、楽しい。ちょっともう一回やっていい？さ、ちょっと待って、マリオよりすごくねえか。坂道登る速度めっちゃ速い。いけ。マリオ3を彷彿とさせるようなね、素晴らしい折りっぷりでしたね。よし、さて行くか。怒ると燃える、ねえ、泣くと足速くなって水ね、そのあたりまではね、もう覚えれたね。あとなんかあるかな。へい、コインかゲット。楽しいはあれだよね、回復だったよね確か。へい、上行けん。痛い貴様、ここか。ちょ待って、上行ってみよう一回。こういう怪しいところは行ってみるに限るんだよ、みんなね。へい、来たな。上なんかあったわ。キノコくん隠れてんじゃないかなと俺思ってる、ここには。なにこれ、敵これ。ピーチ敵だ、ピーチ敵だ。むむむむ、なんか怪しい黙々がいるかさ、雲が出てきてるみたいだから竜巻起こしたら散ってしまうかも。竜巻はもう分かってるね、クイーンな。うい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 、消えろ消えろ。やったぜ、助けたよ。いろんな能力だいぶ使いこなせるようになってきたな、これ。わー、いいね。あ、竜巻を起こすと雲を散らせるとか、ちょっと細かいところを覚えてきたね、これ。いいね。でも楽しいが体力回復って強くね、よく考えてある。わーい、楽しい楽しいってすると、ほら、体力めっちゃ回復していく。もうめっちゃ回復した。なんか、おーおーおー、見て見て見て、すごい、傘。傘で渡れる、これ。知ってるかさ、タイトル画面の秘密、任天堂 DS を使った時間によって背景の色が変化するかさ、任天堂 DS を使った時間によって背景が変化するかさ、これ 3DS やからどうなってんやろな、わからへん。あ、もうゴールか。行きましょう、今回はスター取るよ。スター、スター、スター、スター神来たな。いや、これタイミングよく行けば絶対スター取れるわ、これ。ね、テクニシャンだわ、俺もう。よーし。さあ、一応さんも攻略カスターです。やっぱこれ50コイン取らないとかなりね、取れないね。オッケー、じゃあこのまま4面も行きましょうか。ボスかな、4面って。え？バックフラワーだ！怖い！あ、弱い！弱すぎるやろ。怖い、弱い！早すぎだぞ、今の間が。何これ？ジャンプだ、ぽよよん。ほうほう。あ、これ普通のステージくせえな、ここ。ねえ。うわーい。なんもない。怖い、弱い。弱すぎんよ、弱すぎんやろそれ。上何ここ、出た。これ待って、先上行くか。楽しい、よし、楽しいコイン祭りの時間でーす。めっちゃコインくれるやんこのゲーム。じゃ次、楽しい、あ、嬉しい、悲しい、よし、オッケー。そしてキノコくん、一回目ゲット。ちょっと上の方のね、意識は高めていかないと、多分なんかいろいろと探索不足でね、迷子になりそうだね、ほんと。おいしい。入れない？土管のチェックもね、細かくやっていきましょうか。よし。さあ次。あ、出た。プチパックみたいな名前だったっけ、君って。これ上になんかあるってことは、なんだこれ。あ、これ押せるんだ、今思えば。おお、ちょっとこれ。タイミングよく飛ぶといい感じってやつ。これ。あ、これ押して、な、叩けないけど押せる。押せ押せ。押せよ。お前やめろや。これタイミングジャンプむずいわ。よし。これでいいのかな？おい。あ、でもこうできるじゃん。チート技きた。ね。よいしょ。さあ、とりあえずコイン500枚貯めなきゃいけないから、雑魚的なコインは回収しよう。で、ここね、ほんとバネ使っていくんだけど、PG め強えから、待ってこれ、マリオいらんだろ、もうこれ。
マジでマリオいらんだろこの強さ、この能力壊れてるで、マジで。これ上何、ここ絶対なんかあるやん、ここ上。来た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 、でウェーイ、滑っていこう。めっちゃコインあるで、これ。ありがとうございます。ウェーイ、うわ戻るんだる。はい、じゃあ行こうか先へ。なんかめっちゃ行けるとこあるな。でもなんかギミック全部無視できるやん、このピーチ。やばいだろマジで。おーい、なんか途中にさ抜け道あるけど、ここ、ここ、何ここ、キダウン。これさふわふわのやつ持ってないといけねえじゃん、ほぼほぼ。キノコくん助けたよ。さあ次、なんか変なやついたよな、なんだこいつ。めっちゃ怒ってんだよ、ほら。怒らんといてくれね。俺怒ってる子怖いから関わりたくない。俺笑顔の子だけがいいな。みんなも頼むよ、笑顔で、笑顔でいてくれよ。で、おい、よし、じゃあここもゲット。行くか、キノコくん。箱の中で何してるんだろうな。なあ、昔箱男ってあったな。ねえ、もうこれ絶対わかんねえわ、みんな。忘れてくれ。さあ、行くか。ドーン、怒ったわ。待って、怒ってドーンってなった、今、見た、今。え、今、とてつもない能力見ました、皆様。怒ってドーン、パウブロックです、これ。怒ってドーン。さあ、キノコくん助けて、オッケー。怒ってドーン、やばいな、これ、マジで。え？ノコノコシリーズ全部やっつけれんじゃん。やっつけれるというかひっくり返るじゃん。え、めっちゃ強いやん、それ。まあでもそもそもこれでええねんけどな。踏めばええねんけど。よし。うわ、待って、怒りの能力の新しいの発見だね、これで。ダッシュ中にしゃがむとスライディング。スライディングは狭い場所も通れるかさ。これか。ジャンプしなくても良いやつ。これね。あーね。いや、マリオいらんくね？このゲームも。やべえ、ピーチ、なんか、すべてを超えた存在って感じ。めっちゃコインあるわ、これ。めっちゃコインあるけど、ゲージなくなるわ、さすがに、これ。ねえ、ちょ、回収してくる、ゲージ。回収してきたー。やっぱ、強えよな、これ。一人で完結してる、来るピーチ。よし。さあ、ゲージもほぼ使い切った。いいね、2回分でいけたわ。いや、ノコノコがね、いいご飯なんですよ。一体で、あー、で、倒しちゃった。一体で二度おいしいって言おうとしたんだけど、これいけるかな？いけないか。くそ、ご飯が足んねえ。ほら、飯を食わせろ。飯を食わせろ、ノコノコ。ほら、坂道では持ち上げることができないんだね。なるほどね。スピンアタック。スピンアタック、ちょっと待って、今。敵が、遥か彼方飛んでったんだけど。そんなことある？え？これ上なんかありそうだな。あははーい。でもボム兵なんか埋まってんだけど、あれ。何してんだあれ。怖っ。何これ。じゃーん。上に参ります。待て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 。ねえ。上がでも順路か。んでい。とりあえず左側。なんかピース発見。えいやっと。よし。さあ、パズル A のピース7ゲットです。あれ、ピースなんかさ、5、6、7ってゲットしてるけど、1、2、3、4がない。なぜ？俺取り逃してる説、ある。待って、これむず、ちょっと待って、これむず、ここ、ちょっと地味にむずくなってる、この、これむずいな、地味に。ちょっとだけ差異がある、ここで。よし。じゃあ次、ここ。はい。これ、フワがないとガチむずい、やっぱアクションゲームになってる。やはりマリオより優秀。優秀だマリオ。優秀だマリオ。マリオじゃないな。ピーチです。ボム兵怖えな。これボム兵も食うのかな俺。なあ、ボム兵。いねえが。滑ろ。おお。おお。もういいや、全部やっつけちゃおう。おお、ゴールじゃ。行きましょう。はい。はい。はい、チー。どうして ?50 か1しか出ないんが、候補やし。ええー、しかも今50出してたらさ、俺、変えたんだよ。めちゃくちゃいいやつ。マジもったいね。よし、じゃあ皆さん今回ここまでにしましょうか。さあ、ピーチ姫、スーパーピーチプリ、何だっけ、スーパープリンセスピーチ。ね、だいぶアクションについて分かってきました。喜怒哀楽の使い分けも分かってきて、ようやくチュートリアルが終わった感じかな、これで、ね、多分。多分5面から本編、本編でなんで。
本番だと思いますので、次回から楽しんでやっていきましょうか。はい、では終わります。チャンネル登録しない方はチャンネル登録や高評価よろしく。次回また新しいアクション買いましょう。また見てね。おつぱよ。